今日もですね、出題されたらなんだっけとなるような問題を4分くらいの講義で、話していきます。どうぞよろしくお願いします。今日はですね、天気記号についてのお話です。皆さん、どちらにお住まいでしょうか？私のいるここは熊本です。ここ熊本ではですね、雪というのはですね、レアな、ものになってきますね。隣町に住むですね、まあ宮崎さんとかね、鹿児島さんもですね、まあ分かっていただけるかなと思うんですけれども、雪が降ったらテンション上がりますよね。で、当然雪合戦しますなんだけれども、その雪だるま、もちろん元雪合戦だね。雪合戦に使う、その玉が白ではなくて黒いんですよね。雪が少ししか降らないもんだから、まあ土もですね、混ざっております。で、ふわふわなわけでもないということ、ギュッギュッと、固めていてガッチガッチの玉ができるわけ。黒くて汚くてガッチガッチの玉。これで雪合戦するので、こう頭に当たればですね、まあ空血も出るよね、みたいな感じで。つまりですね、九州における雪合戦はもしかすると命がけかもしれません。さあ、今日はですね、天気記号についてのお話というところなんですけれども、いくつかありますが、雪とか雨とかの天気記号は覚えやすいかと思います。雨はですね、まあ嫌だなぁということで、まあ黒く塗っとこうかな、真っ黒、雨、みたいな。はたまた雪の方はもう結晶の形のようにしてですね、線をピュッピュッピュッって引いて、あ、なんか綺麗だなぁ、みたいな、天気記号ですので、まあイメージしやすいと。いうところかと思います。で、イメージでは、晴れが二重丸になってくるよね。まあ、やったわーいの、二重丸と。ね。快晴か。快晴わーい二重丸というところなんだけれども、二重丸はこれ何かというと、曇りなんだよね。ここ余談なんだけど、地理で習う地図記号っていうやつがあるでしょ。ね、あれの二重丸は何だったでしょうか？あれは市役所ということになります。ですので、合わせて覚えるといいかなと。ね、語呂合わせで覚えましょうと。市役所は曇り空。どうでしょうこれね。あ、市役所二重丸だねって。で、あ、曇り空も二重丸だねみたいな、記号だねっていうことで、どっちかがね、忘れたとしても、この語呂合わせでうまく対応できるのではないかとね。お、なるほどとね、思ってもらえれば嬉しいかなと思っています。で、晴れ。晴れが、半分パッカーンのあの記号でございますね。晴れの葉と半分パッカーンの半分の葉で覚えるといいのかなと、思っておりますね。快晴はね、ただの丸なのでこれはお間違えにくいと、まあ覚えやすいということで、間違えやすいのは晴れと曇りですよね。まあ繰り返しですけれども、心情的には、快晴はハッピー二重丸だが、二重丸は曇り。市役所は曇り空というやつ。で、晴れは晴れの葉と半分パッカーンの葉を掛け合わせて半分線のピュッて引っ張ってある記号が晴れということになってきます。天気記号を話しました。ですので、ついでにですね、風向きについてね、少し話していければなと、関連して覚えてほしいななんて思ってます。風向きがどうかなんですけれどもね、今はですね、学校の黒板消しパンパンパンって外ですんのかな。我々の時代はね、窓からね、外に向けてパンパンパンってやっていた時代です。だからね、その時不思議だなと思ったのが、風向きが西であろうが東であろうが、どこであろうが、校舎の外、外に向けてパンパンパンとした煙がなぜかこっち側に来て、こっち側に入ってくるというね、なんでこっちの方に常に入ってくるんだろうなんてことを不思議に思った時がありましたが、風向についての説明ですね。問題出してみたいと思います。ちょっとひねった問題とかなんだけれども、これ、じゃん。真上から、見た図と、思ってください。上が来たね。真上から見ました。ここに煙突がありました。煙突の煙をこう青いやつやね。こっちの方に流れてました。さて、風向はどっちでしょうか。まあ、どっちっていうのは西か東だよね。という問題なんだけれども、これ、お分かりいただけますでしょうかね。私がおすすめする覚え方としては、英語の from で覚えるといいかなと思っています。
フロムの日本語の訳はどこどこからと。ということで、風向はどこどこからと。これどっちから吹いてますかねってここに立ったとして、思うところは、こっちから風が吹いとる県がこういうふうに、煙、煙突の煙がなびくわけで、つまりこっち側から来ている風。風向はこっち側、東側から来ているということで、風向は東となります。ね。こういうふうにすることでこういった問題も対応できるという形ですね。もう一個、ついでにですね。こっち、じゃーん。記号の作図なんですけれども、右と左、どっちが正しいでしょうかというやつですね。まあ、風力3をイメージしてるんですけれども、右の方に線があるか、それとも左の方に線があるか、さあ、どっちでしょうというところで、これ、答えは、右側になります。ね。左側じゃなく、右側ね。ん?違うね。右側じゃなくて、左側がこっちが答えとなります。これね、知ってる人もいるかもしれませんけれども、ここのところ、棒を立ててみると、これ F の形になるでしょ。こっちの方は F の形になんないよね。先ほど、from、ね、どっちから吹く風かなっていうことで、from で覚えたんだけれども、合わせてこれ、F の from、ね、これも合わせて覚えておくと一石二鳥だよね。こうやって関連付けると、また、忘れにくくなるのかなというところで、天気記号の、正しい向きはどれかなと、書き方どれかなというお話でした。続きましてね、ゆりふわっと雑談程度の人生授業の2時間目です。今日はですね、じゃあ来なければいいじゃんとね、お客さんが、迷惑なお客さんに言ったらどうなるかについてです。結論ですね、良かれと思ったことも相手にとっては迷惑だったりするのかもしれないよというお話をします。大人の話でですね、サービスも料金に含まれるっていうものがあります。ホテルで例えますね、ただ寝るだけってなんでそんなに高いのって思ったことないですか。それはね、まあ、ふかふかのベッドで寝れるのはもちろんなんだけれども、外、窓の外から風景、景色を見たら海が綺麗であったり、お客様、ようこそいらっしゃいました。というようですね、といったような気持ちのいい接客というのがあり、上質なサービスを受けることができるということで、そんなに高いのという値段にね、なります。レストランとかでもですね、高いぞーっとね、いうところには必ず上質な、接客のサービスなどが基本セットになっています。ご飯もちろん美味しいんだけれども、それ以外のいろんなものが含まれて高っとね、わ、高いっていうね、値段になっています。で、ファストフードの話です。ファストフードってどういったものかというと、安い、早い、うまい、みたいな、そういったお店ですね。まあ、ハンバーガー屋さんとかが有名にあるよね。そういったお店、そういった飲食店で怒っているお客さん、大人、見たことありませんかね。理由はね、いろいろあるんですけれども、例えば、まあ、注文したものが来ないぞ、遅いぞ、とか言ってんだけど、私、そういったね、怒った大人の人を見るとき、こう思うわけね。文句言うなら、別の店に行けばいいじゃん。って心の奥で思うわけです。ね、いやいや、ここはファストフード店だよと。ね、そんな素敵な接客を期待するなら、ちょっと高級なところに行ってみてはいかがですかみたいなさ。安く提供してもらってるのに、その感謝の気持ちはないんですかみたいなね。その怒ってる大人の人に、あなた一人ね、一生ね、この店に来なくても、売り上げ変わらんし、でも来んでもいいよーってね、もうお前来んなーってね、お客さんのね、私が言ったら、まあ従業員の人からね、よく言ってくれましたーってね、って思われたりしてさ、なんかかっこよくないってね、ちょっと考えたのね。店の人の代わりに私が怒ってあげるみたいなね。私はね、以前お客さん相手のね、そういったファストフード店でのね、接客をやったことがあるんだけれども、お客さんにね、腹の立つことを言われて、そして、それでもまあ耐えてね、申し訳ありませんって言わなくちゃいけないのね、そういったお店の人たちはね。言いたくても、お客さんが間違ってるよ、バーカとはね、言えないわけなんです。ね、そんな店員さんの気持ちをね、知っているので、まあよくぞ言ってくれましたってね、店員さんのヒーローになれるかなって思いました。思ったんだけど、ああ、これ、俺、裁判になったら負けるって思ったのね。裁判の相手は、ファストフード店ね。怒ってるその、お客さん、怒ってる人に訴えられるんじゃなくて、店員さん側のファストフード店の会社から私、訴えられるの。ね。
私が怒っているお客さんに対して、お前もう来んなって言ったとして、本当に来なくなったら、お店は、せいせいしたありがとうございますではなくて、今後来てもらえるはずだったね。来てもらった時に売り上げが上がるでしょ。その上がった売り上げが取れなくなったじゃないですかって、あなたのせいだからねって言われて、そういったね、裁判されたら私負けるって思ったんだよね。これ難しい言葉で、機会損失って言うんだけど、謝るにはね、別にお金かかんないし、謝っとけばまた来てくれるという考えのね、そういったお店だったら、確かにお前来んなってね、言ってしまう私に、いらんことせんでちょうだいよってね、言いたくなるっていうのもまあわからんでもないかなと。という感じでですね、まあ、良かれと思ったことも相手にとっては迷惑だったのかもしれないと、迷惑だったりするのかもしれないというね、お話でした。ですのでね、何かね、正義感ぶて、あーっていう感じでしたのにもかかわらず、それがね、うっかり相手の迷惑になるということもあるかもしれないとね、頭の片隅に少しね、入れてもらえば嬉しいかなーなんて思ってます。今日もですね、見ていただいてありがとうございます。今日はですね、天気記号についてのお話と、まあ、良かれと思ったことが相手のね、迷惑になるかもしれないという話でした。面白くですね、見てもらったら嬉しく思います。またですね、友達、ね、苦手な人いたらですね、教えてもらってみんなで点数上げていきましょうね。で、時間がまだありましたら、別の動画も用意しているので、よかったら見てください。ご視聴どうもありがとうございます。